浜スタジアムです。グランドオール対吉野川、このゲームの模様をお送りいたします。グランドオールの先発は左の常盤、吉野川の先発は右のロビンソン、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。左の常盤マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは白川。第1球投げました。初球空振り。さあ、次の投球投げた、打った、キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンド、ボールをつかみました。バッターは2番辻。第1球投げた、初球カーブは空振り。第2球投げた、流し打ち、ミレイダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは3番藤本。第1球投げた、スライダー見送ってストライク。第2球投げた、ストレート空振り、少し迷ったか。第3球はボール。第4球は直球、空振り三振。時は上々の立ち上がりを見せています。吉野が初回は0点に終わっています。右のロビンソン登板です。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、グランドオール攻撃に入ります。先頭バッターは藤波、見送ってストライク、重そうなストレート。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストライク。次は4球目投げました、シンカーはボール。次は5球目打った、これは平凡なレフトフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ヨウ。第1球投げました、完全に外れた、ボール。第2球ツーシームはボール、内角低め。第3球を投げました、空振り、重そうなストレート。第4球を投げた、打ちました、これはサード真正面、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番泉。第1球投げた、初球から打ってった、クリーンヒット、打ったバッター一気に二塁へ向かう。泉、いいバッティングを見せました。吉野川、先制のピンチを迎えます。第1球投げた、初球はストライク。第2球投げた、打ちました。第3球を投げた、高めボール球打った、ファールボール。投球これから4球目ボール。さあ、投球は5球目、スライダー空振り三振。さあ、リプレイです。1回の裏が終わりまして、吉野川同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、吉野川攻撃に入ります。トップバッターは秋田、投げました、バッターの足元。第2球投げました、スライダー空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打った、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打ちました、初球打ち、これはファースト真正面、ミレイ自分でベースを踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番堀口、投げました、初球決まってストライク。第2球投げた、ボール。
外角低め第3球を投げた。3球目空振り。さあ4球目外角低め空振り三振。時は3安打になります。最後は空振り三振に倒れました。2回の表が終わって吉野が無得点で終了です。2回の裏グランドオール攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者南。第9投げた。初球空振り。第2球投げた。またも空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。内角際どい球ボール。第4球を投げました。低め直球は外れてボール。第5球投げました。膝元空振り三振。2者連続三振。左バッターボックスは中村。第9投げました。速球ストライクインハイへ。さあ次の投球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。もう第4球を投げた。もう次は5球目打ちました。ファール。さあ6球目投げた。打った。これは強烈。入れば先制だ。さらに入った。先制ホームラン。右中間スタンドに吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。左バッターボックスにはミレイ。第9球初球見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。外れた。ボール。投げた。打った。痛烈な当たり。一塁へ送る。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番有田。第9投げました。初球はストライク。第2球投げました。打ちました。これはピッチャー正面。アウト。スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして1対0吉野川先制点を奪われています。3回の表吉野川攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大場。投げました。決まってストライク。初球ストライクから第2球投げました。高めギリギリいっぱい。ストライク。追い込んで投げました。インコース低めボール。さあ4球目見送ってボール。第5球投げた。外角高め見逃し三振。バッターは8番横田。第9横田インコース低めストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。打った。流し打ち。一塁線切れてファー。追い込んでから投げた。空振り三振。時は見事なピッチングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。キャッチャー第9大塚背番号投げた。1球目ストレート空振り。初球空振りから第2球投げた。直球見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んで投げました。流し打ち。どうだ。切れていきます。ファール。投げました。アウトコース高め外れてボール。第5球投げました。打ちました。ショート真正面。
一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。時は下位打線を三者凡退0点に抑えています。3回の表が終わって1対0、グランドオール1点リードは、グランドオール。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番藤。第9アウトコース、外れてボール。第2球打ちました、いい当たり、三遊間へのゴロ、破った。藤ナイスバッティングです。打順は1番に帰って藤波、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、インローに送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、破った。ボールは中継、藤波いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9見送ってストライク。第2球打った、い当たりだ、ライナー、レフト前クリーンヒット、レフトバックホームよー、ナイスバッティングです。吉野川なおもピンチが続きます。第9投げた、内角高め見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げた、ボール。第4球を投げた、ツーシームはボール。次は5球目打った、三遊間の当たり抜けた、レフトバックホーム。続いて二塁ランナーもホームイン、グランドオール2点入りました。3対0。リプレイをご覧ください。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、門間、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、これは強烈、いった、入った入った、ホームラン、スリーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストライクを取りに行ったところを狙われました。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。バッターは DH の南、今日の第一打席はスイングアウト。第9投げました、初球ツーシーム空振り。第2球投げました、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、ヒット、南いいバッティングを見せました。バッターは6番中村、今日2度目のバッターボックス。第9危ない球。第2球投げました、ツーシーム見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。投げた、打った、セカンドライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、ストレートはボール。第2球投げた、チェンジアップはストライク。投げた、打ちました、これはヒットになります。ボールは中継、南三塁です、とミレイナイスバッティングです。ピンチを広げています。第9投げた、初球空振り。第2球投げました、このボールも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、打ちました、アルボール。第4球を投げました、外れた、ボール。さあ投球は5球目、打ちました、1・2塁間へ、セカンドフォースアウト、アウト、ダ
ブルプレイ、スリーアウトチェンジ。3回の裏が終わりまして6対0、グランドールリードを6点としています。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは白川、第一打席はファールフライに倒れています。第2球打ちました。ピッチャー返し、抜けた。白川いいバッティングを見せました。バッターは2番辻、最初のバッター初球打ち引っ張った、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。2アウトランナーなくなりました。真ん中見逃してストライク、まずは決めてきました。第2球投げました。2球目空振り、タイミング合いません。第3球変化球、空振り三振。時は見事なピッチングです。今日は冴え渡るピッチング。4回の表が終わって6対0、グランドール6点リードは変わりません。ロビンソン降板、右の片桐今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。第9、投げました。初球を打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。打順はトップに帰って藤浪、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。投げた、初球を打った、レフト前進、ヒット。藤浪ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番陽。第9、投げた、初球から打ってった、ファーストの左、ゲッツ、一塁はアウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。グランドール、さあチャンスをものにできるか。第9、初球外れてボール。第2球投げた、流し打ち、一二塁間の当たり破ってった。藤浪三塁決定、ホームへ、ホームイン。グランドール1点入りました。7対0。バッターは4番門間、今日3打点を挙げています。第9、投げた、初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球低めギリギリいっぱい、ストライク。投球は3球目、投げた、ボール。投げました、ボール。一塁へ牽制球を送ります。もう1回一塁へ牽制球。第5球投げました、アウトコース、見逃し三振、外いっぱいに決まった。4回の裏が終わりまして7対0、吉野がさらに1点を奪われています。5回の表、吉野が攻撃に入ります。トップバッターは秋田、第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球投げました、打った、センター前進、センター取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは指名打者江田、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。外角高め見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました、ストレート、空振り三振。時は見事なピッチングです。バッターは6番堀口、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、ストレート見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、センター見破った、ホームラン、ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。バッターは7番大場。第9、投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、インロー、空振り三振。時は3安がうなります。時はここまできっちり2安打ピッチングが続いています。
5回の表が終わって7対1、吉野が5回の裏グランドオール攻撃に入ります。先頭バッターは DH の南。第9球投げました。縦のカーブはストライク。1球目ストライクから第2球投げました。ストライク。胸元厳しい球、追い込んでから第3球を投げました。打った。これはいい当たりだ。さらに伸びていく。ホームランだ。ホームラン。ソロホームラン。右中間スタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは6番中村。中村。第9球初球空振り。タイミング合いません。第2球投げました。打った。痛烈な当たり。ライナー破った。中村いいバッティングを見せました。バッターは7番ミレイ。第9球変化球に送ってストライク。第2球投げた。見送ってストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を見送ってボール。一塁牽制。タッチはセーフ。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。ツーシーム見逃し三振。バッターは8番有田。今日はピッチャーゴロとセカンドへの併殺打。第1球投げた。1球目ストレート空振り。タイミング合いません。1球目空振りから打った。ファールボール。第3球を投げた。ボール。さあ4球目ストライク。空振り三振。バッターは9番藤。第1球投げました。ツーシームはボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ストライク。第4球を投げました。打ちました。いい当たり。いったか。どうだ。入るか。ダイレクトで当たった。ボールは中継。バックホーム。間に合うかどうか。ランドールさらに1点追加。9対1。ランナー1人を置いて迎えるバッターは藤波。第1球投げました。初球空振り。初球空振りから第2球縦のカーブストライク。第3球は打ちました。三塁線。いい当たりですが左に切れていきます。三振。前半が終わりまして9対1。グランドオールリードを8点としています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは横田。今日の第一打席はスイングアウト。第2球投げた。カーブはボール。第3球は危ない球。第4球を投げた。低め。カーブは外れてボール。第5球投げた。まっすぐ見送ってストライク。さあ6球目打った。ライナーだ。横田ナイスバッティングです。バッターは9番大塚。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球ストライク。追い込んでから投げた。1球外した。ボール。投げた。打った。流し打ち。一塁線。いい当たりですが右に切れていきます。打った。いい当たりだ。クリーンヒット。一塁ランナー一気に三塁へ。大塚いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。第2球投げました。打ちました。ファール。追い込んで投げました。外角高め。ストレートは外れてボール。
第4球を投げました。打った。1、2塁間への当たり。2塁送球。セカンドフォースアウト。吉野は1点返しました。さあこれでワンアウトランナー1塁。バッターは2番辻。今日はファーストライナーとサードへの併殺打。第2球投げました。ストレートはストライク。第3球を投げました。スライダーボール。投げた。打ちました。これは内野ゴロ。一塁へ送る。一塁アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。チャンスをものにできるか。第9投げた。決まった。ストライク。少し迷ったか。第2球内角高めいっぱい。ストライク。軽く追い込んでまいりました。同期は3球目。アウトコース高め。空振り三振。時は3番がうなります。6回の表が終わって9対2。吉野がこの回点を返しました。グランドオール。この回は2番からの好打順。トップバッターは陽。第9投げた。ボール。第2球投げた。打ちました。ショートの右。白川ボールを取る。一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは3番泉。ここまで3安打。投げた。ストライク。初球ストライクから。第2球投げました。外角低め。直球は外れてボール。第3球は決まってストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。ストレートはボール。アウトローへ。さあ投球は5球目。投げました。縦のカーブ。空振り三振。右バッターボックスは4番門間。今日はスリーランホームランを打っています。第9投げました。決まってストライク。第2球投げました。ストライク。第3球直球。空振り三振。門間全くタイミングが合いません。最後は空振り三振で打ち取りました。中盤まで終了しまして9対2。グランドオール。この回無得点。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは秋田。今日はピッチャーフライとセンターフライ。初球はカットボール。空振り。タイミング合いません。第2球投げました。危ない球。第3球を投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球はあっと引っ掛けた。フラフラっと上がった打球はピッチャーフライ。ピッチャー取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは DH の江田。今日はファーストゴロと三振。第2球投げた。ボール。インローへ。第3球外れた。ボール。投げた。打った。痛烈な当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。江田ナイスバッティングです。右バッターボクサー6番堀口。堀口まずは一塁牽制。タッチセーフ。ストライク。膝元厳しい球でした。まずは決めてきました。第2球投げた。空振り。これで追い込みました。第3球1球外してボール。第4球は高め際どい。ボール。第5球投げた。打ちました。いい当たり。セカンドライナー。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9投げました。打ちました。初球打ち。一塁へ送る。泉うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。ランナー一塁に残塁です。7回の表が終わって9対2。グランドオール7点リードは変わりません。7回の裏グランドオールラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者南。今日はホームランを打っています。投げました。決まった。ストライク。第2球投げました。見送ってストライク。第3球を投げました。打ちました。センターへの打球取りました。
これでワンアウトランナーはありません。バッターは6番中村、今日はホームランを打っています。第9球投げました、低め際どいボール。第2球投げた、外を際どいボール。投げた、低め決まってストライク。第4球を投げた、打った、切れていきます、ファール。第5球投げた、流し打ち、どうだ、わずかに三塁線切れました、ファール。投げた、打ったいい当たりだ、打球はセンターへ、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番ミレイ、今日はここまで3打数1安打1三振。第9球投げました、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げました、ストレート、空振り三振、ミレイ全くタイミングが合いません。最後は空振り三振で仕留めました。7回までが終了しまして9対2グランドールラッキーセブンは時は降板、右の鈴木、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球投げました、インハイ見送ってストライク。さあ次の投球投げました、ボール。投げた、危ない球。第4球を投げた、インハイ空振り、タイミング合いません。第5球投げた、見逃し三振。右バッターボックスは9番大塚、今日3打席目。投げた、初球スライダー空振り。第2球投げた、2球目ストライク、もう追い込んでいます。追い込んで投げました、流し打ち、ファール。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、速球、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターはトップに帰って白川、ムービングファーストはストライク。初球ストライクから投げました、アウトロー、外れてボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク、次は4球目投げました、打った、痛烈な当たり、取って、これで3アウトチェンジ。吉野川わずか3人で攻撃が終わりました。8回の表が終わって9対2グランドール7点リードは変わりません。8回の裏グランドール攻撃に入ります。トップバッターは有田、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9球決まった、ストライク。第2球投げた、インサイド空振り。吉野川ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。白川軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番藤、これが4度目のバッターボックス。第9球投げた、アウトコース低めストライク、少し迷ったか。1球目空振りから第2球投げた、これも空振り、カーブに全くタイミング合いません。第3球を投げた、内角低め、ツーシームは外れてボール。第4球を投げた、サークルチェンジ、空振り三振。打順は1番に帰って藤波、今日はここまで4打数2安打1三振。投げました、縦のカーブ、ボール。まずは外角、投げました、2球目空振り。投げました、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ツーシームはボール。
第5球投げました。ストレートはボール、アウトコース低め。第6球を投げた、打ちました、いい当たり、破ってった。藤浪、いいバッティングを見せました。片桐降板、マウンド上ピッチャーは石井、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9初球はストライク、まずは決めてきました。第2球打った、いい当たりだ、クリーンヒット、藤浪三塁を狙う、よう、ナイスバッティングです。ピンチを広げています。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。ボール、一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げた、二球目ストライク。第3球を投げた、内角外れてボール。次は4球目投げた、打ちました、白川掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。石井、見事に流れを断ち切りました。吉野川、このまま勢いをつけたいところ。さあいよいよ最終回、先頭バッターは辻、外角見送ってストライク。第2球打ちました、ファールボール。第3球を投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げました、ムービングファーストはボール。第5球投げました、スライダー、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、スライダーはストライク。さあ次の投球、投げました、ボール。投げました、打った、流し打ち、門間、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、勝利まであと一人。左バッターボックスは秋田、吉野が最後のバッターになるのか。投げた、打ちました、痛烈、いった、バッターは指名打者江田。第9変化球見送ってストライク。第2球打ちました、ピッチャー真正面、泉取った、一塁送球アウト、試合終了。グランドール大差で勝利しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は9対3、グランドール勝利しました。勝利投手は時は、敗戦投手はロビンソン、グランドール今日は大勝となりました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。